はい、森里川海っていう言い方でこれ自然の恵みのことを表現してるんですよね。でも国とか役所とかもう関係ない、もうこの21世紀は、うん、もうみんなその自然の恵みに抱かれて生きてる命なんだっていう、ちょっとそこに戻んないとどうしようもないんじゃないかという、うん、本当に草の根の思いでプロジェクト立ち上げてます。だ森里川海っていうことはみんなの体も森里川海、食べ物も水も空気も、うん、これ自然の循環、うん、これ全て生き物の世界、うん、これ全部体も森から海から全部できてると、うん、そういうことを実感したら、うん、ライフスタイルとか、うん、経済とか社会とかちょっと難しいところも本当に根っこから変われるんじゃないかなということで始めたプロジェクトで、うん、まさしくみんちゃんがずっと自然感を持ってアーティストとしてやってくれてるところと、うん、もう本当お願いしてコラボしたいということで、うんうん、他のアンバサダーにも入ってもらってやってる。自然の楽しみを知ってほしいで私は続けてきただけのものだったんだけど、去年も大雨があったり、環境省さんと一緒に活動してる中でこのやっぱり気候変動、おかしな天気っていうことは自分たちがこの数十年やってきた生活で作ってしまったことだっていうのがもう日本の政治も世界中の、お偉いさん方もご承知なんですよ。でやっぱそれって、なかなかそこまで本当の本音ってテレビやニュースでなんか知れないじゃないですか。いろんな議論あったんですけど、要するに石油とか化石燃料で地球が全部生き物のエコシステムだとすると、そういう地下体の中のものをほじくって燃やして大量生産大量消費してプラスチック海に捨ててる目で大量廃棄してっていうことをやって便利な世界を作ったんだけど、もう体が傷んでますというのがもう世界中で今地球全体も体に例える。お酒飲んで肝硬変になっちゃったらもう治らないけど、なんとか復元力持ってるんで今からやればまだ21世紀ギリギリ間に合うと、そういう話なんですね。いや私 LA に1ヶ月ぐらいいたんですけど、はい、LA 夏、常夏のイメージじゃないですか、はいはいはい、めっちゃ寒いんですよずっと、で今まで雨が降らなかったエリアなんですけど、ずっと雨なんですよ、はい、でこんなこと何十年もないって言って、はい、向こうもそうみたいですね。地球上全体が、地球上日本だけじゃないってことですね。そうなんですよ。暑さの話だともう21世紀のこのまま何にも生活のスタイル変えないでこのまま行っちゃうと、もう東京とかの平均気温が40度超えちゃうとか、もうこれもそういう予測、科学者の予測なんです。ただ今頑張って北海道もこの間ね、そう、地球を癒やすような方向に変えれば、まあちょっとこれぐらいの感じがしばらく続きそうなんだけども、21世紀の末にはもう無事がね、無事な世界が来るっていうのを今ギリギリの瀬戸際だっていうふうにみんな認識してます。なんか自分のできる範囲で気になる罪悪感感じることを少しずつ自分の幅でなんか変えたらいいなって、はい、ただ自分がちょっと罪悪感感じる、水ジャージャーって流しっぱなしやったら罪悪感じるなって思ったら止めたらいいかなって思ったりしてて、なんかちっちゃなことで、はい、いいかなと思うんだけど、なんか僕はあります。全然自然に対しての意識とかも今まで持ってなくて、でも歌手なので喉のケアがすごい意識してて、クーラーは暖房とかも1年通して自宅では1回も使わないんですよ。で今年の夏も扇風機だけで乗り越えてるんですけど、なんかそれも今思うと少しは環境のためになってたのかなと思って、今日お話をお聞きして継続してこれからも続けていきたいなと思ったし、なんか一人一人の意識は力は微力でも、なんかそれぞれが少しずつ意識するだけでなんかこの地球が大きく変わるきっかけになるのかなっていう。そうやんね。東京に普段住んでいるので、なかなかこう自然に触れ合うことができなくて、でもなんか唯一ちょっとこう自然というか感じられるのってやっぱ公園で、公園ね、そういう大きい公園とかに行ってちょっと音楽聴きながら歩いたりとか、なんかちょっとこう自然に触れるだけでもなんかちょっと心にあるモヤモヤが少しこう浄化されたりとか、やっぱそういう自然にはそういう力があるので、なんか身近なところでもこう自然に触れ
るき、うんうん、多分皆さんもそれぞれね、もう宮崎なんか住んでたら割と逆にね、はい、そうですよね、もう緑溢れて、うん、もう常にアーシングだもん、ね、アーシングだよね、今まさにもうね、うん、そうですよね、僕涼介はですね、まあ、ペルーと日本のハーフでやっぱり結構外国人の家族、ね、そうですあの外国人の家族もいて、やっぱりこう家族で海に行ったり、まあ、山にキャンプ行ったりとか、うん、結構小さい頃から多かったんですけど、まあ、今までに行くんですけど、やっぱりこう東京で住んでてちょっとやっぱストレス感じだったりとかするときは、家族実家に帰ったりとか、やっぱそういう自然に一回帰って、その頃の自分、家族も自然やもんね、そうですね、うん、帰ってやっぱその頃の自分の思いやったり、うん、あもう一回あ頑張ろうとか、うん、やっぱそういうあのアースにいつも力をもらってる、なるほど、はい、じゃあ次、はい、お願いします、はい、僕はさっきも出たんですけど、あの山登りに久しぶりに挑戦してみたいなと思ってて、僕熊本県 の阿蘇出身なんですけど、地元九州、はい、そうなんです、うん、で阿蘇山は高校生の時に登山したことあるんですけど、関東に東京に来てからはまだないんで、ちょっとそれにも挑戦して、また改めてなんか生き物と触れ合ったりとか、そういう自然を感じれたらいいなと思いました、うんうんうん、はい、ありがとうございます、はい、あ、そうですね、僕も普段はあんまり自然に触れることがないんですけど、実家に帰った時に家の裏の庭でおじいちゃんが、なんていうんですか、アロエ育てたりとかしてるのがあるんですけど、それに水をやるっていうのが日課になってて、かわいい、その時にちょっと自然を感じてます、そのね、そのなんかこうプチな感じがまたいいよね、そうですね、はい、ありがとうございます、いいと思う、はい、じゃあ最後に、はい、僕料理すごい好きで、こうやっぱこのシーズンになるとバーベキューとかすごい好きで、まあ、川行ったり海行ったり、まあ、バーベキューしたりするんですけど、やっぱり行った時にちょっとゴミあったりとか、そういうその積み重ねがこういう環境破壊とかそういうのにつながってるなって思うので、こう全員がこうよく言う言葉ですけど、その来た時よりも綺麗にして帰るみたいなところで、こう一人一人が意識したら、その環境のためにもすごい大きな力になるかなって思うので、うん、